コンダオ刑務所、コンソン島は、南シナ海にある、コンダオ諸島内の島。ベトナムのバリアイコールブンタウ省に属し、12の島群からなる、同諸島の中でも、最大規模を誇る。ブンタウから約185キロ、ホーチミン市から230キロ離れ、首都の最高点は584メートル、面積は75.15平方キロ。同島は、 早くから西洋に認識されており、クラウディオス・プトレマイオスの著書、ゲオグラフィアにはその名が示されている。また、マルコ・ポーロも、コンドール島の名で記録を残している。1702年、イギリス東インド会社が同等が、ベトナムの影響下にないことを確認し、支配下に置いたが、1705年3月に、スラウェシ島からの傭兵の攻撃を受け壊滅する。1787年、 ルイ16世は、復権を狙う、江南国の末栄グエンフックアインとベルサイユ条約を締結。軍事的協力と引き換えに、同等の支配権を獲得した。フランスはこの島をプロコンドール島と命名し、1861年、コンダオ刑務所を開設。独立運動を展開した、政治犯の流刑地に利用した。著名な習慣者には、ファム・バン、ドン・ヤ・レルクと。 ボーティサウがいる。1954年に、同刑務所は、ベトナム国政府、続く、ベトナム共和国の管轄となり、ベトナム戦争中には、ベトナム民主共和国側の捕虜や協力者が多数、収監された。政治犯の扱いは非人道的で刑務所の施設は、虎の檻と呼ばれた。ベトナム戦争終結後は収容所が解放され、観光地として整備され始めた。 現在は、ココヤ市や、コーヒー豆の栽培が行われる。ーチミン市との間に、定期船が通い、空港も開設されている。自然が豊かなことで知られており、2013年には、ロンリープラネットにて、世界でも最も神秘的な島トップ級の一つに選定された。ありがとうございます。